大島村、上浦の集落大島村上浦は、長崎県平戸市大島村にある、重要伝統的建造物群保存地区として、選定されている地域の名称。上浦地区の空中写真。深い入り江の奥に家屋が密集する。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成平戸島から約1 5トル離れた、 北方海上にある安土大島は、室町時代の県民戦気候地として知られ、江戸時代には平戸藩松浦氏の支配下にあった。上浦地区の町並みは、島の南東部に湾入する上浦湾の奥にあり、江戸時代前期の漢文年間に、当時平戸藩から政務役として大島支配を任されていた妹氏、第三代当主吉信が鯨組を起こし、 当地に捕鯨のための組も工場等を整備した頃から発展が始まった。クジラ組は強歩年間に廃業したが、その後跡地に町屋が新たに建築され、現在につながる町並みが形作られていった。現在まで大きな火災等の災害や戦災等をこむることがなく、江戸時代当時の港町の情景が、 現在までよく伝えられていることが評価され、2008年6月9日に、重要伝統的建造物群保存地区として選定されるに至った。上浦の町並みと上浦湾を取り巻く一帯が選定されており、面積は約21.19ヘクタール。平戸市大島村、上浦の全域及び大島村、前平の一部にあたる。細長く貫入する。 上浦湾とそこに流入する東流川、西流川沿いに町並みが形成されている。地区内には幅3メートル程度のやや狭い街路が通っており、その両側に町屋が立ち並ぶ。古い建物は江戸中期から残っているものもある。多くは霧妻作りで三河原吹き、腕切り差しが付けられている。山に囲まれた湾の奥部に集落が作られた関係から街路が屈曲し、 さらにその街路に合わせるため上から見ると台形状をナす家屋が多い。ありがとうございます。